今スクリーンに映し出されているのが現在の大仏殿です。そしてこちらが奈良時代創建当時の大仏殿です。現在の 1.5 倍もの広さの間口があります。こうして見るとその大きさを本当に実感することができます。この巨大な大仏殿の中に入って奈良時代の大仏様を拝見いたしましょう。150年前の大仏様は全身が金箔で飾られていたんですね。今より少し面長だった気がします。現在の黒っぽいブロンズのお姿と随分印象が違いますよね。まさに全宇宙をあまねく照らす仏様だったんですね。この大仏様の前で開眼法要が華やかに執り行われました。